レベルアップ、今21000、1600使ってレベル上げちゃおう。200、400、800、1200、1600、合ってる。グレソ使うならね、もう1筋力なんだけど。ヒットポイント上げて安定ね。重装備になったんで、スタミナプラス重量を上げる。これもまあ一つ。で、普通に技量筋力でさらに攻撃力を上げていく。で、進行はとりあえずストップだね。まあ、ヒットポイントが時給上げて安定性を増やす。騎乗戦じゃなくてもね、この黄金春馬で戦えるように、ね、持久力を上げていく。持久力さらに上げてさ、で、この盾のカット率をさらに上げれば、でかいんじゃないかな。と、ガード強度がね、多分ね、3から4に上がる瞬間で、6から7に上がる瞬間に増えると思うんで、70近くまで最終的に上がりそうだね。そしたらもうめちゃくちゃ強いよ。でもやっぱ重いんだよな、そうなってくると。まあこの2つを装備した上で重防具装備にして戦おうと思うとかなりの重量が必要になるんで、となるとやっぱここだね。片っぽを ガード強度を高めるも欲しいんで、スロットをもう一つ増やしたいね、何よりも。どこにあるんだろう。お、これ装備したら中量になる。いいっすね。よし、とりあえずちょっとこれでいくか。前はね、こう行ってこう行ったんで、この辺かな。ここのね、城壁沿いを降りちゃう。いやね、たわし安かったからね、大盾で行くんならちょっとたわし買っちゃうのが良さそうだよね。それは条件なんだっけ。結局30いるじゃん。たわしの方がいいんじゃないかな。生属性攻撃が痛い敵と戦う時以外は。やっぱ筋力の一つの目安はやっぱ30。いや、なんか湧いてきた。何湧いた、全然わかんない。何この生物。ちょっと待って、中ロリだからなんとか逃げれた。何この動物。これは論争でまとわりついて戦ってみるか。ちょっとアイテム欄整備しないと。まあ線ってそこまであるわけです。負けては。出血はありそうだ。これ雷かけえかな。ブレス。
血があるからね。あるね、出血あるからロンストで殴りまくって、ナイフ系があるといいな。出血だけを狙った戦い、割と大丈夫。でも割と食べられてる。あるあと2回で倒せるかな。よし、やっぱ出血がでかいね。よし、あえ、こんだけやって種子1個か、割り合わねえな。ねえ、あの黄金の木の下に生えてる種子1個3個ぐらいくれていいじゃん。出血効くやつはやっぱ出血が一番やね。あー、辛かった。これ回復に帰らんとな。お宝はない場所か？ある、あ、あるわ。巨人砕き、強そう。なんつうかね、打撃系の武器の最高峰のような。巨人砕き。これか。155、ね、意外に筋、ちょっと待った、筋力60は高ない？筋力60はちょっとね。クリア後のお楽しみ。だって嫌な言い方するけどね、筋力60で論争殴っても結構強いよっていう。筋力60で論争振ったら論争折れそうだけどね。ちょっとやっぱ技が必要かな。降りれない。ね、次なんか見つけてもちょっと戦えないよね。エストないよ。4回復したけど。お、教会だ。あ、回復もある。やったね。これもあんちゃん。ん？なんかいろいろ。ムカデに？せい、あれ？汁じゃないな。汁って。
久しぶりにメリナいるけど、ちょっと待ってね、レベルアップチェック、9000、大したことない。瓶1個、じゃあ、増えたわ、よかった、回復量アップ、よし、オゼウスさん、カーボタン、久しぶり、見えた、見えた、マリカの言霊が残っていますわ、お願いします。黄金律の探求を空空に宣言する。あるべき正しさを知ることが我らの信仰祝福を強くする。幸せな幼き日々、盲信の時代は終わる。どうしよう、何の躊躇が必要だろうか。外なる律、律ちゃん、あんまりね出てこないよね。あの初代のデモンズの時のカボタンとかレベルアップするのに話さなきゃいけないんだけど、今回レベルアップをね、あのこのかがり火、なんかすごい装備してる人がいる。まあ祝福で直接レベルアップができてね、カボタンに話しかけないんでね、この今作のカボタンちょっと影が薄いよね。もうこうなると会えないもんね。なんか増えた？もうこの辺数多すぎてね。まあ種類分けした方が分かりやすくはあるけど。つぼ系なあ。あ、うんこだと猛毒なんだ。よっ、もうちょいだな。みんな、うんこは猛毒。出てくる前に死ぬ。なんだろう、木の人、キーボー、チーズ、あ、切れた、あ、いやん死ぬと同時にね体重がなくなるんだよ。かわいい、かわいい、サイコパス、かわいい、かわいいって言いながらぶっ殺す、ぶっ殺す。まんじゅう怖い、まんじゅう怖いって言いながらね、あのまんじゅうを食べ続けるみたいな感じ。かわ、か、かわいい、かわいい、一発で今蓄積、うわあ！足場はちゃんと確認しよう。怖い。ん？なんかいる？敵だな。正直ね、地名取らない方がいい。どうせワンコンで終わるし。ちょちょ。キノコ、なんか、なんか死んでる死にすぎじゃないっすかね騙されたのかな、これに。結構騙されてるね。レミングスかな。ここもだひどい、ほんとひどいわ。
うわ確かに降りれそうな空気あるけど、これはひどい。よし、ここの崖沿いをチェックしながら戻っていこう。お、降りれ、ここは降りれるな。下じゃなくて、ね、ちょっとだけ下がある。で、ここからさらに下はなんか引っかってるね。下はあるはあるんだけど、行くルートがここからじゃないんだな。どこだろうね。こっちのこの辺からかな。でも楽してここから飛び降りた人たちのざまがあれだね。このざま、あれ降りれんじゃん。うっ、降りれんじゃん。割と降りれるね。あ、降りれた降りれた。見えないやつ、見えない、え、見えないやついたね。そういや、さっき光ってたね。いいっす。あ、ジャンプは下からは上がれる。でもね、ここに降りるために来たんで、上には上がりたくない、ね、ここ画面端かな。あれ、どここから降りてきて、こっち逆だよね。とりあえずこいつ、よし、追いますわ。こっち回り道やめろ、まっすぐ行けます。戻ってっちゃう。の先がなんか戦闘状態あった、あったあった、やったった。この先アイテムが隠し道の時間、攻撃万歳。ここだ。まあ行動ですな。あー、なるほど、隠し道系のやつか、こういうことな。よしよし、